山原健次郎は、日本の政治家。高知県議会議員、衆議院議員、日本共産党衆議院議員団長、党議員団総会副会長を歴任。高知県長岡郡元山町出身。二小学籍専門学校卒。出生、高知新聞記者を経て、中学、高校の国語教師に。1948年、高知県教育委員に。 全国最年少で当選。1953年、共産党入党。1956年からは、県教祖副委員長、県総評副議長を務め、金票反対闘争の際に懲戒免職となった。1963年高知県議当選。1969年の第32回衆議院議員総選挙で、衆院議員に初当選。 党衆議院議員団長、党議員団総会副会長を務める。1980年2月には、党中央委員会の文教部長となり、87年から党中央委員、97年から幹部会委員。1993年の与野党逆転により、衆議院議長選挙で、全会一致の慣例が破られた際、共産党の議長候補として立候補した。 1996年10月、第41回衆議院議員総選挙において、小選挙区で10期目の当選を果たす。共産党の小選挙区当選者は、ヤンバルの他には、京都3区の寺前岩尾のみであり、ヤンバルと寺前の二人以外、共産党候補の小選挙区当選議員は2014年の第47回衆議院議員総選挙において、 沖縄一区の赤峰政権まで現れなかった。2000年に引退。後継は、春名直明。2004年3月、遺願のため死去、去年83。国会では主に文教委員会所属。教育政策を専門とした。議員在任中、高知市内の日曜朝市で、議会報告を行った。趣味は和歌。 2006年6月日本共産党国会事務所に国会論戦のメモ、短歌役、絵手紙などを展示する山原健次郎資料室がオープンした。ありがとうございます。